はい、こんにちは。マーチャンネル前原です。はい、今日はですね、2018年7月12日オープン予定のトンデミ平和島へやってきましたね、うん、はい、早速ここでいろいろ遊んでいこう、はい、あんまこういうアクティブな動画はうちはないからね、うん、はい、ガッツリ遊んでいきましょう、はい、じゃあ行ってみて、うん、おお大丈夫どうした、おお、飛べる飛べる、こっち見てこっち見てこっち見て、じゃあ向こうに向かってジャンプ嘘でしょしんくん、じゃあ行くよ、パパどうぞ、うん、おおすごいでしょすごい、うわすごい、ちょっと待って、どうぞすごいすごいすごい、すごいすごい、ここはね、この矢印通り行くんだって、まずジャンプしてここ来るでしょ、ジャンプして向こう行くでしょ、で、向こう側からジャンプしてこっちが来るんだって、すごいすごい、行きます、はい、頑張って、うわ、おー、大丈夫、そう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 、ちょっとちゃんとできてないけど行きますよ、はい、せーの、うわうわすごい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 、前のめりになっちゃった、せーの、ほい、おい、いけた、おー、ほい、おー、いけた、すごい、やった、前のめりになっちゃダメなんだ、後ろに飛びようにすればいける、なるほど、はい、じゃあこれからダンクシュートってのやってみますね、はい、あそこジャンプして入れるんだ、多分、待って、おい、すごいできるかな、やちゃんよっぽど高くジャンプしないと無理だもんね、確かにね、やばいやばい、すごいやばい、頑張れ、もうダンクできないけど普通にシュートだな、これはえいっ、おいけるいける、あー惜しいじゃあフリーゾーンで練習してみる、はい、はい、向こう側行きたい、まあ向こう側行ってるから、トランポリンって結構大変なんだね、思った以上に体力使うよ、ここはここ、あ、斜めになってる、ここで行きます、あ、よかった、向こうまで行ってみる、え、歩いてるだけじゃん飛んでないよ、はい、頑張って、お、飛んでる飛んでる、おい、おい、おやばい、すごい、ちょっと、はい、はい、両足で飛ぶ、両足で飛ぶ、オッケーオッケー、はい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 、おい頑張れ、おい、おー、うわーすごいすごいすごい、おー、あの登る前ってとこに立つのか、おい、おー、おー、行けるじゃん、外から行けよ、はい、両手でやんないじゃない、続いてこちらエアランエリアってのやりましょう、これね、あそこからスタートしてこっちにゴールでボタンを先に押した方が勝ちなのね、でタイムが出るんだけど多分パパの方が早いので10秒半でしましょうか、はい、はい、はい、10秒、おもう行っちゃったよシンくん、あ、意外と意外と、はい、スタート、パパスタート、さあ行くぞあれいきなり、おっと、なんだこれ、うわ、すごいすごい、あー、ちょっと待ってこれ、エイシン君がいないんだけど、エイシン君、いた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 、エイシン君いたちょっと、エイシン君待てえ、違う違う、あ、パパがあ、惜しかった、39秒かな、パパ、あ、曲がっちゃった、よし、エイシンくんが36秒、パパ39秒でエイシンくんの勝ちです、おめでとう、はい、今のトランポリンは3階だったんですけど、2階はキッズエリアになってますね、ちょっと見てみようか、
そこがキッズエリアですね、はい、キッズエリアは身長110センチ未満のお子さんしか入れない。僕は入れない。そう、エシン君はなんで入れないですね、うん、ただなんか向こうにちょっとトランポリン、うん、ちょっとしたちっちゃいトランポリンとちょっとしたボルダリングの場所があるみたいです、うん、はい、はい、ここは1階にあるペダルカートですね、うん、110センチ以上、20キロから120キロの人が対象です。おいって、早速乗ってた、うん、あ、すごいすごいすごい。あ、結構スピード出んの。じゃあパパも参戦しますよ。パパも来たよ。バーティカルスライダーっていうのに乗ってみたいなと思います、これはこの子にずっと捕まって上まで登ってって手離してシューっていう滑り台みたいなやつだね。頑張ってください。じゃあ上げます。さあどれくらい耐えられるかな。ちょっと待って、怖い怖い。大丈夫かな。やめろ。あ、もう離しちゃった。早いよ、めちゃ早い早い。どうでしょうか。どうでしょうか。お、さっき、あ、やっぱりダメだ。結構行くんだけどな。握力不足ですね、しんくん。いや、行きます。あ、やばい、深みが悪かった。お、すごいいっぱい上がってる。お、やばいやばい、怖い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 。まだあんの、まだあんの。もうちょっと、もうちょっと。あ、やばいやばい。これちょっと手離していいですか。どうぞ。うわ、おお。これめっちゃ怖い。これ上まで行った、上まで行った、すごい怖い。怖い、すごい怖かった。そう、はい、続いてボルダリングやりたいなと思います。エジン君ハーネスつけてます。スカイスクレイパー。分かった。じゃあまずは今教えてもらった安全装置。あ、そう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 。おお、いけるいける。お、あの G のとこまでいけるかな。どうした、どうした。やばい、どうした。助けて。助けてじゃないよ。どうした。滑る。え、滑る。大丈夫だ、これ落ちても大丈夫。そう、落ちても大丈夫。うわ、そう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 。やばいやばい。西君、これはミスりましたね。ミスった。結構難しいんだって。よ、せーの、はい。これはどうしてもね、パパの方がいい気があるからね。これなのかな。危ない危ない。結構パパ、結構パパ いけちゃってるけど。やばいね。でもちょっとごめん、下は見れないわ。どうぞ、今日、どうぞ。あっと、いけるか、いけるか。おー、やった、止まった。待って、やった。え、すごい、早く止めるんだっけ。来るとこ持って、はい、来るとこ、来るとこ持って、すごいとこ、これで、ね、はい、持ってますね。髪を蹴っておいて、そうですね。あー、こうやって、なるほど。あー、やー、助けて。痛かった。じゃあ頑張っておいで。これは怖いよ、だって捕まるとこないんだもん。すごいね、そこまででもパパダメかも。頑張れ。無理。怖い。いけあ、よかったね。よかった、はい、ロープウォークエリアってやつ、これ上に登っていくやつやりましょうよ。レイジン君もいけるみたい。110センチ以上だからね。110センチより下だったら子供もあるからね。すごい汗だくだね、うん、ほら、いけた。あ、大丈夫、ほら動かないもん。いけるいける、ほら。おお、怖い怖い、滑る。一瞬滑った。私はここ行こう、これ、これ行きます。これあれか、こっち。うわ、怖っ。
これは怖い。うーわー怖い。これは怖い。これは怖い。あ、でも意外といけるよ、えちゃん。で、え？いけた。ジップラインやってみるよ。頑張って。ここ無理ですよ。そう、シャーっていくの。じゃあ行ってくるよ。やべ、ちょっとこれ本当に怖いんだけど。行ってくんね。大丈夫だね。せーの、ほい。うわー、あ、大丈夫だった。そんな怖くなかった。うわー、ちょっとくるっと回っちゃった。うわー、そんな怖くなかった。はい、いけた、いけた、いけた。できてんじゃん。あ、よかった、よかった。お、うまっ。お、うまっ。いける、いける。でしょ。よかったね。本当だ。あ、やっぱり慣れたよ。いいよ、そんな勢いで行っちゃえばいいんだよ。せー、えいやー、行った行った行った。あー、気持ちいい。せー、えいやー。あー、気持ちいい。頑張った。おい、やったー。はい、ということで今回はトンデミの平和島店で遊んでみました。てしんくん、よく頑張ったね。あ、もう最後、最後ね、シャーッ。うん、汗だくだね、2人とも汗だくで、うん、でもすっごい楽しかったね、うん、たまに体を動かすのもいいですね、うん、トンデミ平和島店、気になった方は説明概要欄の方チェックしてみてください。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします、うん、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、はい、それと今回のおすすめ動画いつものところに出てますのでぜひチェックしてみてください、うん、チャンネル登録と真ん中辺りからよろしくね、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。疲れた疲れたね、うん。